まだ使えそうね。リーさん、まだ間に合えばいいけど。わかった、一番下ね。嘘つき、やめなさい、エブリン。もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？
いつが待ってるよ。イーサン、イーサン、イーサン、おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それからすべてが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて、彼に触らないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。どうして？時間がないの。これをあなたに。これは何だ。ミア、もう耐えられそうにない、限界よ。ミア、やめろ。ダメだミア、ダメだミア、やめろ。殺せ殺せ。
せ。どうしてミアが、なぜだ。この人だけ、どこに隠れてやがる。